はい、じゃあ、はい、練習場レッスンも、はい、終わったということで、はい、本当ね、もう体ちょっと痛いですからね。痛い、ジジイはいて、ジジイはいて、ジジイじゃねえよ、ジジイじゃねえ、せめてお兄さん。いやー、常識を覆されました。そうですね、いろいろとね、いろいろと、なんか勝手に思ってたその固定概念をやっぱ先生がことごとくぶち壊してきた。やっぱもうないです、原型が。なんでまあ、もう一度言いますけど、やっぱ、スイングの基礎をなくしてその改善を求められないと。気に入っちゃった、ね、うん、スコアアップを求められないと。なんかあと1回ぐらいいそうだな、今日。ということで、じゃ今度はこのシチュエーションに合ったそうですね、いいのか、そういう感じで。うん、そうね、まあラウンドでしかできないことを、うん、まあ、レッスンしていこうかなと。まあ練習場ではね、さっきやった通り練習場 の、はい、でしかできない、うん、まあ、反復練習とかやってもらったんですけど、はい、まあ、今回はラウンドにね、せっかくコースに来たんだから、コースでしかできないことを。なるほど、いっぱいあるからね。いっぱいある。だからさっきの練習場のレッスン全部忘れちゃっていいから、うん、そう、まずはこれからやるのはコースでのレッスン。多分ね、容量オーバーすると思う。でしょうね。ナウローディングみたいな。追いつかないと思う。だってずっとてててて。いやー、めっちゃ上げてるんですよね。うん。何を思って朝一ティーショットするの？何を思って朝一ティーショットするの？今日こそベストが出ますように。そら、お願い事じゃん。やっぱり、とりあえずお願い事言ってからスタートするわけ。そう、僕のそのスコアとかのゴルフ歴からすると、うん、もうお願い事から始まるんですよ。実力なんで覆せる。今日は何々しますように。そう、お願いします。OB しませんようにみたいな。お願い事は受けるいきなりのパー5ですよ。上げて。崖を、崖の確率を少しでも減らしたい。もっと僕たちの差が上げれば、少しでも、少しでも。そんなね、1センチ変わってるからマジで。このデベスをギリギリでいきたいです。なんか別にいいんだけど、他のティーグラムだったら。崖すぐ下がさ。良きですね。良きですね。良きです。すごいすごい。やっぱり朝一やっぱお願い事がこううまいことこう天がこう。聞いてない。聞いてない。ラウンドレッスンだからこれ。じゃあさっきの練習場でのやっぱり後ろ重心。うん。意識しないとね。うん。そうそうそう。あと親指ね。あ、親指ね。これもう。距離稼いで貧乏臭くやるのと。そうそうそう。なるほど。広いところでフルって振って、なんかその変なとこショットするんだったら、広いところ、平らなところで振っていいショットで距離稼いでくださいと。なるほど。はい。ここで。はい先生。はい先生。いい声だ。じゃあいい返事だ。はい。お願いします。お願いします。いやー、いい球だわ。マジか。めっちゃそれは知らん。50回出てくれたらそれは知らん。どこに打てばいいですかね。全然見えねえ。見えないね。基本ポジですかね。何番持ってきました。登録7です。おできればね、ウッド持ってきてほしかった。7、いやーい、やったい。あウッドっすか。ウッド、なんでかっていうと距離が欲しいから。なるほど、うん、だってロングだから。すごいね。
前に体重を置かないこと絶対に。体重は後ろ目、まあ、後ろ目っていうかまあ普通あの踏ん張れる程度に置いといて、でそこから胸を少し上げます。そう構えて、そう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 です、そうです、前に体重置きます。 OK そう、そこです、そこです、そこで振ります。 OK そうです、 OK で今あのグリムもさっき言った通りまっすぐ引いてます。まっすぐ上げます。顎っすね。そう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 、後ろ引っ張ってます。OK。 これ左に行かないですか？あんま行かない、ま、ボール真ん中に置けば行かない。ボールを真ん中に置いて後ろ体重で、はい、こっからもうちょっと、もうちょっと置いて右に。 OK。 え、これ行かないの？行ってみよう。行ってみよう。で、ちょっとゆっくりめに振ろう。ゆっくりめに、はい、え、右に行ったよ。まさかの右。まさかの右。森に消えた。やばいじゃん。右の森の直し方ね。あの、グリップの端持ってやってみましょう。2回。あ、グリップの端です。あ、出た。こうですね。そう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 。あ、出た出た。ドリル入りました。ドリル入りました。ドリル入ってます。はい。じゃあ普通に持って、もう一回右の前でね。もっと右向いて。右向いて。こうですね。オッケー、そこ。これマジで右。しかしね、先生信じよう。はい。もう一回で。大丈夫です。行くぞ。オッケー。おお、大勝。トロペキア。なるほどね。いや、これ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 。大丈夫。いやいやだった。終わったくないみたいな顔して。マジで。ああ、よかったね。ああ、なるほど。だから多分グリーンはそのグリップの端で端持ってあの素振りを一番ホールはやってた方がいい。了解です。どのクラブでも。一番ホール、あ、一番最初、そうそう、一番最初からセカンド、サード、アプローチはいいや。先生、もう先生に何番振れって言われるか分かんないんで、めっちゃ持ってきました。偉いね、偉いね。めっちゃ持ってきた。ね、一番長いクラブ。5番ウッド。シャー。ダンクロはね、大体ね、安全にってね、短いクラブを持たせることが多いです。が、私は攻めるタイプなので、長いクラブを。で、下シュッて振って。下シュッて。シュッて。そして、ふらつかない。はい。じゃあ、シュッ。そうだ、オッケー。出て行こう。もう一回、違う。ちょびっと。違う。オッケー。トップね。オッケー。イエス。TRP です。まあ、やると思った。いいもん。やると思った。このライガーってことですか。そうだね、ちょっとやっぱりボールの方が今下がってたので自分の足よりもなんでちょっとやりなりやすい。なるほどね。だからちょっと近づいてって言ったんだけどそれでもダメだった。ダメだった。修正期間先生の言うこと聞いてない。いやいや、トップで一人で見てるからね。スワに楽しみを見出せないタイプなので自画トラでなんかね、いいスワを出そうとするとなんかつまんないっていうか、うん、なんかね、あんまりそこにね、向上心が最近ないから執着がない。ない。なるほど。だから、ここから今はね、はい、直ドラ。見せていただきましょう。ラフからの直ドラです。直ドラのポイントというか、球が浮いていることが条件なんだけど、はい、プラス、ちょっと右角ので、ね、はい、左目に行くこと。オッケー。マジかよ、すっげえ。アイアンみたいに振るのがポイント。すっげえ。なんだけど、あの地面こうやって滑んないから、うん、アイアンみたいに上からボールを振ると上がるんですよ。バケモンだよ。すげえ。なんなんプロって半端ねえな。お気に入りなんじゃない。あ、夏の方が沈むけど今日は前のレッドブル戦見て、怒られたの見て、僕今日距離計外してきたんで。ポケモン持ってない。本当はあるんだ。本当はもう委ねまくりなんです僕ら。そうなんです。距離計ありきでゴルフやってるんで僕らは。何か残り200ぐらい。はい、僕が6番振ろうと思った。なるほど。違う。
違くないんだけど、何持ってる？ウッド、ま、これ5番とこれ4番ユッド4番か、じゃあ4番のユッド4番か、あ、違う、ヤードぐらい、はい、で打ち下ろしなんだけど打ち下ろしは見ません、はい、そんなないから3ヤードぐらいしかないから、はあ、でアゲンストで120プラス10ヤードみたいな、だいたいなんかこうやってあの芝パーってやった時に、うん、まあ、軽く後ろにあのハラハラハラってなったなと思ったらワンクラブ上げればいいと思う。へー、いきなりビューみたいなやつだと2クラブ以上上げないとやばい。なんで、まあ、ワンクラブ上げて、はい、私は120ヤード9番ヤンで打ってきます、まあ、なんだけど重くそう打てないで、まあ、何回も言うけど傾斜値は当てるだけ。うまっ、うまっ、うめえ、マジでうまっ、当てるだけ、本当に当てるだけ。なるほど、そうだな、結構素晴らしい下がりが、ね、はい、なので、はい、何番で打ってます？P、 いつも100ヤード P なんだ、はい、じゃあワンクラブ上げられますか？はい、持ってきます。お、さすがです、はいはい、素晴らしい、はい、もうだって全部日本ずつ持ってきてる、はい、持ってきてます、はい、で、さっき言ったように押さえて打ってください。はい、本当当てるだけ、肩から肩までみたいな感じ、肩から肩まで、そう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 、まともに当たるとマジで飛ぶから、ちゃんと、はい、はい、オッケー、いい、そうだ、いいだ、ナイス、あー、いい、取っちゃった、いいじゃん、これはね、Pだったらバンカーだったね。え、Pだったらバンカーだったね。そうだったね、間違いない。ワンクラブ上げたことによって超えたってやつ。そういうことですね。なんで先生と同じ目線で喋ってるんですか？イメージ湧いてる。おかしいじゃん。イメージ湧いてる。生徒だよね。今日一緒だよね。同じレベルでちょっとやってもらわないと。イメージ湧いてるんだよ。え？ちょっと早く行こう。めっちゃ上がったんだけど。ああ。
あれこれイメージ通り、これちょっと違う、ね、初めて生まれて初めてプロの人と一緒にゴルフ回ったんですけど、マジですごいです本当に。マジでビビる。なんか私でごめん。いや、本当プロの人、ま、本当だから真面目だから真面目っていうか、もっとちゃんとする。いや硬くてカチコチするよりはやっぱこのなんていうんですか、こういう方がやっぱり、うん、そう年代的にも合ってます。なるほど、先生に聞きたいことがあって、はい、ラインは、うん、ラインを見るときは、まあ、ボールから穴はもちろん、うん、他にまあ、スライスで見てるんだったらそっちだね。マジか。ちなみに、フックします。ここは。フックかい。フックかい。いや、先生、こういうところなんですよ、僕は。はい、そうでしょうね。はい、この3パットしちゃう。だから、その、すごいよね、その読み違い。何を思ってスライスって言ったらだけど、どこを見て思ったんだかわかんないけど、でも、なんとなく、奥の、景色見てるんだなっていうのは思いました。はい。その立つまでの、面を見る。面。そう。やっぱり未来を見てるんですよね。そう。そう。先を見せる。立つより先を見ちゃってる。先生一人だ。そうね。立つより先見ちゃってるから。カップの手前を見てほしいから右の面、右の底の面と左の底の面、だから私のボールと右の、傾斜、傾斜っていうか面、ここ、どっちが高いか、私ここ、こっち、どっちが高いのって話、私のボールとこっち、そうでしょ、それはやべえ、それはやばい、あ、こっちだね、ごめんなさい、そうでしょ、はい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 それはやばい。あ、そっか。こうなってんのか。乱視？こうなってる。これ大丈夫？乱視です。あ、乱視。あれ、うん、ガチ乱視。外した方がいいじゃない？ガチ乱視。マジか。あ、そういうこと？いやでも変わらない。変わらない。いやでもこうですね。すみませんでした。そうですね。こうですね。うん、まあそうなんですよ。はい、まあ、例えばの話、その白いボール見えますよね。はいはい。それと反対側にボールを置いてあげると右の方が高いんですよ。あ、右の方だわ。明らかに。なんでクップっていう話になるんですか？こういうパターン超苦手なんですよ。そうなの？意外。ちょっと持とう。持って。あ、持ったわけ、トライ。はい、先生。とりあえず持って。はい。で、なんで苦手かっていうと、はい、多分グリーンと同じ風に、グリーンと同じ風に、多分流して打ってると思うんですよ。はい。で、そうすると、この辺で食われちゃうの。はい。で、ガリの前、やりましたね。そうそうそう。止める。止めるんですよね。そう。なんだけど、その、振り幅っていうのは、そのカップに打つつもり。はい。振り幅で、でインパクトだけ止めてあげる。はい。はい。インパクトで止める。そう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 止める。カチンってな。カチンって。カチン。オッケー。初速ラフでも勢いこう。そうこの辺が勢いがすごいつくから、初速が速くなれば全然この辺切り抜けられれば最高なんで。優しい。打った？本当に。優しい。打った？優しい。待って。そして。はい、だってあ、前見て、前で、あ、こっちで、で、ここから上げるのはこの振り幅はそこの
振り幅、この距離ね、この振り幅と同じスピードね、はい、スピードもで、上げて、パン、こうパン、あやべパンみたいな、で、そうすると距離感がパチン、そうパチン、止めるっていうか、減速させるんじゃなくて、もう加速させてパンって言うんですよ。当てる当てる、ちゃうな、ちゃうな、もう見てても違うわ、ラスト、ラスト、スイングが全然違う、嘘、優しい、優しい、パチンだよ、パチン、パチン行かないから大丈夫、そう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 、ナイス、おいいじゃん、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 ナイス、ナイス、はい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 、これすごいわ、そう、怖い、強く打った、うん、あの、怖くてやっぱり普段通り打っちゃうじゃない、で、パチンって言ってパチンにならないじゃない、多分ね、けど打っても左手に行かない、そうなの、パンって止めるんだけど減速させてここでピタって止めるわけじゃなくてイエロー、そあ、ごめんグリーン、そんな感じ、はい、ここから減速じゃなくてここから加速してここまででパンって最高みたいな、はい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 、はい、ワンパットでね入るわけね、あーもうこれすごい、今後のためにね、使えない、使えない、使えない、バッ、ウェーイ、これはスラですね、先生の後を追ってスラで間違いないかと思います、いやいや、じゃあそう、登りながらで、旗にガシャン当ててみたいな、うん、ねえ、やばっ、ねえ、何ガシャンとかって何ガシャンって、すみません、失礼します、僕は同じことやると入るよ、ガシャンってなんかそういうガシャンじゃないか、これを刻む必要があるか、いなかったいない、うん、はい、どうする、次のホールはちょっと場面場面で練習してみます、はい、はいはいはい、そうしましょう、ティーショットはなしで、うん、偏差値の、すげえマジかよ、すっげえアイアンみたいに振るのがポット、 ピートキャリッキャリッ、アッアッとピーチャイアッ、